地球温暖化はどうやったら止められますか？お、身の回りに迫る自分たちへの危機への好奇心。ナイスですね。これはね、まずね、地球温暖化がどうやって起こるかっていう。太陽ってすごい、多分暑いじゃないですか。だからその暑さで地球がこう熱されて大変だっていうことなんですけど、まあ、その冬になれば寒くなるんで、多分大丈夫だと思います。人類はあと何年生きられますか？お、これはいい質問ですね。これは人類がまずどこから何年から始まったのかちょっと僕わかんないんですけど、そうですね。人類は、まあ、なんかあれですよね。なんかエジプト文明とかもなんかね、ピラミッドとかなんかあれらしいですよね。なんかまだすごい一番正確に北向いてるとかで、なんか謎が多いですよね。まあ、なんか、人類は200年ですね。人類はあと何年生きられますか？ああ、これは確かにすごい気になりますね。いい質問だと思います。あ、僕、親指のここすごい曲がるんですよね。まあ、あとは Google とかで調べてみてください。火星に住むことはできるんですか？お、これは確かにいろいろね。ちょ、ごめんなさい。火星に住むことはできますか？お、これは確かにニュースとかでね、できるんじゃないかとか言われてますけど。そうですね。僕からは何も言えないです。本当にひどい、これ。これむず、これめっちゃむずいっすよ。